こんにちは、ブルーウェーブフィルムのソーハです。今回の映画祭は去年に続き2回目の挑戦となりました。去年は3分の映画を作るのが初めてだったので、結構まあ台本が込み込みで、その編集3分の以内に編集するのがすごく大変だったんですけれども、まあ、その経験を踏まえて今回は3分の短いコメディに挑戦してみました。内容は覚えてないんですけど、15年ぐらい前に大学1年生の時に見た動画の中で地球儀が転がって地球が滅亡するっていう内容があったんですけれども、まあ、それをモチーフにして独自のコメディを作ってみました。今回の映画制作にあたってスタッフは私一人です。あと俳優さんが二人いて、誰もいない撮影の現場です。照明とカメラとマイクとジンさんがいます。地球を救うヒーローの話です。ノリノリで楽しかったです。あと1歳の娘、そして義理のお母さんです。アリ何歳？アリは何をしたんですか？おこれ食べたんですか？うん、ローデの繊維はもちろん大きな、まあ、撮影の現場でも愛用されているんですけれども、このような小さな現場では、まあ、もっとその力を発揮するんですね。今この製品なんですけれども、あえてこういうふうにニュースのリポーターみたいにしてるんですけれども、 NTG4 の4プラスのマイクを使ってるんですけれども、まあ、その下に、まあ、こういうふうにニュースキッターをつければ、まあ、自然とカメラの方にワイヤレスで飛ぶことになって、今までは結構線が長いとか短いとか邪魔になるとかならないとかいろんな制約があったんですけれども、その全てのことを、ね、解決してくれた。これがもうどこにいても無線で飛ぶから、もう一人でその映像を撮影する人たちにとってはもうめちゃくちゃ便利なキットなんです。こういうふうに、まあ、一人でどこにいても簡単に撮影ができるっていうのは非常に力強いし、またそのいろんなストレスから解放されて楽しく撮影することができました。ありがとうございます。すごい。これからもどんどんいい製品を作って、ください。応援してます。ありがとうございます。あとこれからもこのローのマイクロフォンと一緒に、地球の環境を守っていきましょう。